皆さんこんにちは、デンノコの考察のデンノコです。今回はいよいよアニメ化に関する情報が解禁されるまであと少しとなりました。キャスト関係も発表となるので本当に始まるんだなぁとね、実感しております。そんな中、期待や不安も入り混じる中、すでに情報が解禁されていることや PV や制作会社などの制作段階で分かっている情報がありますが、実はチェンソーマンは昨今普通のアニメでは異例となる制作となっており、ある意味各社関係、原作者である藤本たつき先生の威信がかかった作品となっています。今回の動画ではそんな新情報公開の前に、チェンソーマンのアニメが特別な理由について掘り下げていこうと思います。ぜひ皆さんのアニメに関する期待だったり、ご意見やご感想などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。デンノコの考察では、チェンソーマンのアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。2部の最新考察やアニメ関連の情報など、チェンソーマンならジャンルを問わず掘り下げていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、デンノコも頑張れますのでよろしくお願いします。では、早速本題に入っていきましょう。今回はそれぞれの項目ごとに掘り下げていきます。まず、このチェンソーマンのアニメが何が違うのかという点なんですけれども、1つ目、藤本たつき先生が深く関与。2つ目、アニメオリジナル。3つ目、制作委員会。4つ目、グロ規制。この4つの項目がチェンソーマンのアニメが普通のアニメと違う点となっています。では、それぞれね、解説していこうと思います。まずは、藤本たつき先生が深く関与しているという部分です。今回、原作者である藤本たつき先生がアニメに深く関与しているという部分です。もちろん一昔前のアニメより原作を再現することに注力している作品は多くなったため、アニメ化でね、残念になるという結果も結構少なくなったかなという印象です。そんな中、チェンソーマンにおいてはすでに漫画として完成していると言っても過言ではない作品だと思います。つまりアニメ化することでマイナスになってしまうリスクがある意味高い作品だと言えます。そういった意味を含んでいるかは分かりませんが、今回は藤本たつき先生が積極的にアニメ制作に関わっており、声優選び、音楽、脚本などなどに深く関与しているとのことです。またたつき先生はね、無類の映画好きと公言しているので、映画音楽、洋楽、サントラなどで使用されたりとか、そちらを編曲して楽曲などで使用してくるということも全然考えられますよね。要するに漫画で表現されている藤本たつき先生ワールドがアニメでも極力近い形で再現されるのは何よりも期待できる証拠かなと思います。2つ目、アニメオリジナルという部分ですね。こちらアニメオリジナルの要素ということになります。アニメオリジナルとは原作を忠実に再現しながらもアクションシーンなんかをアニメオリジナルで追加することが分かっています。昨今のアニメでももちろんアニメ化するにあたって構成やセリフなどは調整するなど、アニメオリジナルエピソードを挿入するということはね、よくあると思います。ただ今回はね、原作を忠実に再現となっているので、あくまで本筋の流れはそのままでオリジナルエピソードを入れるというね、強化されるものだと思います。例えばデンジがチェンソーマンになる下りだったりとか、まあ、後半の方で結構むちゃくちゃというか意味不明な描写ってめちゃめちゃ多いと思うんですよね。なので何度か読み返したりとか、まあ、考察を見たりとかで、そうすることでようやく理解できるってことが多いんですけれども、そういうところを細かい描写が追加されることによってより分かりやすく、このワールドを崩さずに展開されるのではないかと言われています。冒頭でも説明したように、たつき先生が深く関与しているのであれば、完成したアニメを見ながらここも欲しいっていう部分描写をね、誰しもが理解が難しい素晴らしいチェンソーマンの世界観を表現してくれるのではないかと思います。漫画としてのチェンソーマンとアニメとしてのチェンソーマン、どちらも楽しめる、そんなアニメオリジナルの要素が追加されると思います。もしね、それが漫画の方が良かったとなっても、たつき先生の判断の下で再現されるので、もう期待しかないし、もし違ったとしてもそれはそれで別作品として愛せるというね、可能性も非常に高いんですよね。続いて制作委員会ですね。こちら制作委員会というのは、制作委員会方式が今回ないというお話です。特にね、チェンソーマンのアニメとして異例なのは、制作委員会方式っていうのが適用されていないということなんですよね。制作委員会というのは何なのかっていうお話なんですけれども、まあ、作品を作るための資金調達の際に単独出資ではなくて複数の企業に出資してもらう方式のこととなっています。複数の企業に出資してもらった場合の出資企業の集合体を制作委員会と呼びます。まあ、アニメや、ね、映画などのエンターテインメント作品制作にあたっては、まあ、数千万から数億ぐらいの単位の費用が必要とされています。
まあ、要するに資金的な部分で分散することで、もし成功しなかった場合などなどね、まあ、リスクを分散できるというシステムとなっています。昨今ではその形式を取るアニメが多いのが現状となっています。そして今回のチェーンソーマンはこの制作会社方式を取らないこととなっています。完全にね、アニメ制作会社であるマッパがメインで力を注ぐという作品となっています。まあ、マッパのね、代表取締役の大塚学社長がチェンソーマンが好きという情報もあるので、かなり大きな賭けに出ている印象ですよね。同じね、マッパ作品でも、まあ、呪術廻戦の制作委員会だったりとか、まあ、進撃の巨人の制作委員会となっているので、異例なことがよくわかりますよね。マッパの命運をかけたと言っても過言ではないのが、このチェンソーマンのアニメで渾身の作品となる可能性が非常に高いかなと思います。では最後にね、グロ規制についてですね。まあ、グロ規制についてなんですけども、今回なしということになっています。まあ、チェンソーマンといえば、グロテスクな描写がかなりきつい方かなと思います。まあ、デンジがね、チェンソーマンになる描写なんかも、漫画でもなかなかのものですが、アニメだとよりそれがリアリティだと思うんですよね。で、マキマさんがね、こう圧死する描写だったりとか、基本的に大量の出血とか、四肢切断なんかはね、日常茶飯事ですよね。まあ、こちらね、2000年代頃はかなりグロ規制が厳しくなったんですが、その原因というのがスクールデイズってアニメがあって、その類似した事件が発生したため規制が厳しくなりました。ただ昨今はね、比較的緩くなってきている印象にあります。このあたりもチェンソーマンについては規制が入ると世界観がかなり崩れてしまうので、原作そのまま再現してもらいたいと思う、まあ、読者も多いと思います。マッパがね、制作委員会方式なしにした意味もここにあるのではないかなと思っていて、つまりチェンソーマンのアニメの自由度を上げていく意図もあったのかもしれません。まあ、内臓は飛び出したりとかなかなかになりますが、もしかするとテレビ放送で若干の規制、配信では全てとなるということが微妙なので、まあ、いろんな垣根をね、超えてくれるのではないかと期待したいですね。今回はチェンソーマンのアニメが特別な件について掘り下げていきました。まあ、マッパ及び日本のアニメの革命的な作品となる可能性が十分にあり得ますし、その意気込みを感じる姿勢だと思います。プロジェクト PV が発表されて、これだけ長きにわたって動きがないことも従来のアニメとは一線を画すと考えられるのが一つだと思います。もう楽しみでしか仕方ないですよね。まあ、特番に関しての情報はまたまとめようと思いますし、もうね、期待しかないんですけれども、今回はね、こちら以上となっております。ぜひ皆さんのね、チェンソーマンのアニメに関する部分だったりとか、もしくはここで漏れてる情報だったりとかあれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんね、チェンソーマンのアニメを盛り上げましょう。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。